さんこんばんは、ウエストランド井口です。はい、このブチラジはですね、今まで通りニコニコチャンネルでも生中継していきますし、ポッドキャストでも配信してますんで、ぜひ過去の放送も聞いてみてください。そして100回からは、YouTube でも楽しめるようになったんでね、ぜひチャンネル登録していただいて、過去のものも YouTube に時々アップされますんで、そちらもぜひ、聞いてみてください。どんどん YouTube を聞いてほしいですね。というかブチラジを本当に、聞いてほしい、みんなにね、お願いしますよ。Twitter 見たら社長がね、エレキテルのことばっかりつぶやいてたんでなんか今お願いしてブチラジも宣伝してもらうように頼みましたから、あの今のところ僕一人でお届けしてる感じになってますけど、大丈夫ですか？もう最初からあのハイドは持っていいじゃないですか。そう、まあそうしましょうかね。まあ特にちょっとね、あのニコニコチャンネル見てる方はおまけみたいな動画も配信しましたけどね、ブチラジもやってきますんで、はい、お願いします。お願いします。どうですか、雪が降りましたからね、大雪が、うん、もう溶けてましたね。でもだいぶね、今日はもう溶け、あなたのテンションが低いですよ、とにかくスコブル。なんかありました？雪はどう？ん？僕らの地元なんか雪めっちゃ降るじゃないですか、意外と、うん、いや、慣れてるっちゃ慣れてますけど、まあでも、地元は車ですからね。そう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 。歩くでしょ、東京の人はね、まあ、はい、大変。いや、でも確かに新鮮だったわ、雪をあんなに歩くのも、うん、しかも地元より降ったしね、多分。まあね、今あんま僕らの地元降らなくなってきつつありますから、うん、から東京40何年ぶりとかの大雪でしたから、うん、まあでもいい、なんか新鮮だなと思ったら、やっぱ雪が綺麗なんですよね。地元だと泥だらけでしょ、もう泥のついた車が走って、うん、その上を泥まみれの靴でなんかみんなが歩いたような感じですから、なんか汚いなっていうイメージあったけど、僕ん家の前とか人が全然歩かないから、もうずっと綺麗な雪で。どっちの今の雪、今ね、そうそう、東京の方が雪積もったら綺麗だなと思って、なんか、そうっすか。そうそうそう、いや汚いもん、やっぱ特に田野村の汚さはもうやっぱとんでもないなと思って。公害がすごい汚い。そうそう、公害ではないけど、単純にもうだって今考えたら全然真っ赤じゃん。真っ赤ではないよ、別に真っ赤ではないけど、全然工事終わんなかったでしょ、田野村の道、うん、あ、俺終わった、あれも大体終わったと思うんですよ、この間帰った時にはね。ほぼ一車線だ、ほぼ一車線、主要道路がね。で手作りの信号みたいなあったな、あったわ、手作りの信号みたいな。そこ免許取り立てのヤブ君がずっとハイライトで走るっていうな。まあまあまあ、それは別にね、いかつい土地で、まあなんか地元社優先って謎の感もありましたからね、どういう意味かわかんないですけどなんで地元のやつを優先して意味よそから来たなんてない人に厳しくなるんだと思いましたけど、しかも今思い出すと、この雪降った時に思い出したら、交番みたいなのがあって、そこのカーブが、うん、東京じゃなかなか見ないですけど、ヘアピンみたいな、なんか角度が、なんていうんですか、だから角度があるんですよ、そのカーブがね、上下に。池口車両とか、池口車両のところもそうですけど、もっと手前のところも、あそこを水杉車両、杉山鉄工ね杉山の矢が小さすぎて杉山鉄工が見えるどういう発注したんだっていう、あの看板がある杉山鉄工のあのカーブ、あーで、あそこもう全然日が当たらないから、そのヘアピンみたいになってるところ、自転車でみんな行くわけですよ、中学校とかね、自転車で雪降る中、みんな見事にこけて、やっぱこけるな。もうだってヘアピンみたいになってるわけで、坂なんですよ、カーブで坂ですけど、タイヤ全部マリオカートのむずい面、マリオカートのむずい面みたいになってますから、いやいや、そう考えたらあんな、なんかよくチャリで行ったなと思って。チャリな、真っ暗ですしね、チャリが一番危ない、徒歩より車よりチャリが一番危ない、チャリは一番危ない、二輪が何度もこけたもん、やっぱこういうまでに、帰りは真っ暗ですしね。東京すげえ明るいなと思って、街灯めっちゃあるでしょ、東京は明るい、だから雪の中夜ライブ終わるかな、都会じゃけんな何年住んで、今言うことじゃないけど、やっぱ改めて明るい、そうだよ、だってこの間地元に帰ってきたらどうだった、真っ暗だろ、真っ暗、ほんまに見えない、ほんとに僕も夏にね、去年夏帰った時にこんなに見えないかっていうぐらい、何にも見えない、何しろ街灯が1個もない、唯一ある1個の街灯がね、じいちゃんの圧力で作った僕ん家の下に、不正に建てられた街灯だろしかないですからね、あんな広い、俺ん家なんかないもん、そう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 、どこの政治の力もないし、政治の力じゃないと思うけどな、ほんま手探りで、その18年間歩いた家が、まあ俺ん家も山になってますね、山になってますね、ほぼもう目つぶって歩いてるようなもんですから、ほんとに真っ暗ですよね、でも行けるん、まあ慣れたもんなんでしょうね、確かに。でも僕は久しぶりに帰った時はちょっと怖かったもん、怖いな、そんな怖いよ、ね、ましてや雪降った時なんてね、帰りはええけどな、慣れとけ、まだどういうことですか、行きじゃなくて、家に帰ってくる時、あ、そう、行きは部屋で明る、家で明るくなって、ね、そっから急にこうバーッとなる、確かに確かに、夜お店出た瞬間にもう真っ暗ですからね、
うん、まあ、だから真っ黒、真っ黒だね、真っ黒だね、そのもう自ら黒くしてるだけですから、まあ、東京はその点雪道を夜歩いても明るいし歩きやすいなとは確かに思いますね。お店の明かりとかね、そうそうそう、お店もこんなあるかって思うな。でも改めてこんな古いかなと思って、全然じゃんけんとかも見えるなって思って、単純に一人で歩いてる時に外でじゃん、だって外でじゃんけんなかったら見えなかったんですよ多分。見える見える、できもう誰がいるかすらよく分かんない状態で登下校してましたからね。なんかあの今もやった東京外でじゃんけんできるよ、ね、そうそう、さっきね東京外でじゃんけんできる、ね、夜な夜なさっきの流れで思い出したけど、僕ら下校中に薮君急にいなくてしばらく気づかず帰ったことありましたよね。薮君が田んぼに落ちてたんですよ、急に暗すぎて。薮君がいないことに気づかず、あのローソンまで帰ったんですから僕らね。そんなん全然ありましたから、まあまあだから、まあ雪降るとね、ちょっと電車とかみたいな、水の張った田んぼに落ちたやつもおるし、まあそういうことありますからね。あれ取れんけん、取れんけんだから、ね、田んぼの泥がそんな擬音がよくわかんないです。まあ深みにね、うまいみたいになってますから、まあ皆さんね、都会の人も気をつけてください。電車とかね、慣れがありますからね。まあわかんないでしょうね、この感じで。本当に暗いんですよね。伝わらんと思うけどね。まあ、雪に気をつけてね。まあ多分、また降るかもしれないし、また寒い日が続くみたいなんでね。今季、また雪降るんですかね。降るかもしれないですね。最初にちょっと前に言ったじゃないですか、先週の火曜日に。僕らその時ちょうど、名古屋で、あの時東京ではちょっと降ったみたいで、その名古屋のね、収録させてもらって、メーテルの番組に出させてもらったんですけど、まあ、放送はしばらく先なんで、またね、見れる地域の方には、こっちは映らないですけどね、ちょっとこっちというか、東京では見れないんですけど、うん、見れる地域の方はね、ぜひ3月の放送なんで見てほしいんですけど、はい、その時ちょっと事件じゃないですけど、うん、ね、先週かな、先々週かのブチラジで、僕のヒゲが濃いみたいな話をちょっとしたでしょ、なんかちらっと。うん、そのまあ確かにヒゲも教えてウエストランドかなんかに来たかな。だからヒゲ濃いのが確かに嫌なんですよ、コンプレックス。まあ結構前に言ってます、ずっとヒゲ濃いちょっと嫌だみたいな。で、メイクとかテレビに出るとかしてくれるから、それがすごい僕は好きなんですよ、メイクがそうそう、メイこれね、みんなあんま分かんないかもしれないですけど、メイクと衣装ね、いいともとか着させてもらうのがすごい好きなんですよ。可愛くなれるし可愛く出たいでしょ、なんかこんなやつがヒゲ濃いっていうのはもう嫌なんです、本当に。まあな、じゃあメイクが本当に好きなんですよ、僕もうすぐメイクしますから。メイクが大好きですから、綺麗何言ってこのおっさんとは思いますけど、まあまあでも可愛い見られたい、まあ可愛い見られたい、そう、可愛い見られたいし、ヒゲ濃いのも本当にだから嫌だから、まあテレビの時は嬉しいんですよ、メイクしてもらえるんでね。だから名古屋の番組出させてもらって、本番前にメイクさんとこ行ってメイクをね、こうしてもらってたんですけど、メイクって本当に全体的にこう、まあやりますから、化粧水つけたらね、いろいろやりますけど、大体目つぶってこうやられるじゃないですか、大体ね、で、まあこう、で、目開けたらメイク完成して、ありがとうございます、お願いしますみたいな流れなんですけど、こう目つぶって、目で、メイク終わって、あっ、OK ですよって言われたんで、目開けたんですよ。それがっつりもうヒゲの状態なんですよ。あー、そう、多分、そのメイク、ヒゲがヒゲキャラだと思ってたからその、なんて言ったらいいですか、ヒゲ生やしとる、岩井川のジョニオさんみたいな扱いじゃないけど、ヒゲ消し、そう、ちょびヒゲキャラと思って、ヒゲ消しちゃダメだろと思ったのが、ヒゲ残ってるんですよ、がっつりで、僕なんてね、こんなペーペーですから、何もないけど、その時初めてもお願いして、ちょっとヒゲ、ちょっと隠してもらっていいですか、いや、隠すんすかみたいな感じになって生やしとんじゃねえか、それそうそう、それぐらいのレベルだったんでしょうね。いやでもそのエピソードを薄めるような真似をして悪いけど、うん、俺も全然隠れてなかった、ヒゲ。あ、そうだから、多分、あ、じゃあそんなね、濃くするイメージ名古屋は多分、ヒゲの朝のようながあるやつ確かにそうか、なんか言ったって、いつもそんな言わないでしょ、別に。いやでも言うよ、ヒゲだけ隠してくださいって。僕は嫌いだけど、逆にメイクはね、だからそうそうそう、ヒゲだけ隠してくださいって言うけど、言ったよ言ったら、パッと目開けたらガッツリ、そう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 、びっくりだよ僕なんてもうもろガッツリですから、山椒みたいなそうそうそう、これいや、ひつまぶしだけにっていうか、名古屋だけにとか、なんか2個飛んでちょっと分かりづらいんでひつまぶしだけに山椒みたいなやつとだから、ひつまぶし登場ひつまぶしだけに出たなぁ、ひつまぶしが登場してないんで、まず名古屋の番組では名古屋、ひつまぶし、山椒だから、名古屋だけにひつまぶしあってる、そっからひつまぶしだけにの山椒みたいにね。いやでも本当に名古屋だけにって言い合いだったな。そうそう、でも消されてなかった日は確かに、だからお願いして、そしたら、え、じゃあ全体的にやんなきゃいけないですよみたいなって、なあ、色変わりますよ的なことだろ、合わせるんだ、そんなことあるかなと思いながら、まあ一応やってもらって、さすがにね、ヒゲだらけで出るのも、僕のヒゲなんて汚らしいヒゲだから、なんかヒゲだらけじゃんもう分かりづらいよ、いろんなことがありすぎて
まあまあね、ありがたいですか。名古屋とか面白な面白くないことでそんな爆笑できる心理が知りたいぞ。まあね、またね、放送近くなったらここでも告知しますんでね、名古屋とかね、あの辺の地域の方はね、ぜひ見てください。ボンバーイーという番組でね、ボンバーイーという番組、テンションボンバー芸人出ましたから、そうそうそう、いろんなのが、なんとかボンバー芸人です、ね、そういうのがね、いろいろ、あの芸人さん以外のテンションもある、すごい人気番組らしいんで、ありがたい。今夜は V ナイトですって言ってましたね、バラエティナイトがね、V ナイトらしいんでね、ぜひ見てくださいね。それでは、そろそろ行きましょう、はい、ウエストランドのぶちラジ。今日のぶちラジ、まずはこのコーナーからです。教えてウエストランド。このコーナーですね、皆さんからの質問や疑問に僕ら2人が分かりやすく答えるというコーナーです。行きましょう。木更津市広明ラジカルチョコレート。はい、井口様、河本さん、スタッフの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。土日は関東が大変な寒波で大変でしたね。はい、井口様は雪が綺麗ですねというようなツイートをされていましたが、はい、本当に思っていましたか。いやー、オープニングですげー喋っちゃったよ、そのことについて。全く何聞かれるか知らなかったから。まあまあ、じゃあ本当に、だからさっきも言ったけど、やっぱ頼むだの雪の汚さよ。もうなんか詩みたいに言ったけど。みんな唾吐くけど、唾吐でそんな汚れるわけじゃないけど。黄色になっちゃう。いや、そんなことねえよ。ちゃんとタッチションと、そんなに人いないから無理だよ。もう血は何なんだよ、そもそもさっきから言うけど。お前のジジイじゃん。違うわ、確かに。まあね、寮もね、行ったりしますから、たまに血合ってるな。でも雪道、確かに何なんでしょう。誰か鼻血を出したのか。おじいちゃんとかが多分結する。そんなことはね、そんなにね、地元人もギリギリで生きてないですから。もう俺のおじいちゃんが吐血しよう。それはまあその時の体調が、虫に噛まれて、もう全然意味が分からん。意味が分からんだろ。そこまで俺も意味分からん。確かに、マムシも平気でいましたからね、雪の中でも、ね、マムシ噛まれたのに、ずっと我慢しとって、こうやって、どういうことですか、祈りながら。今でこうやって座っとって意味がもう全然分かんない。今で祈りながら考える人みたいなポーズして、ずっとおじいちゃんこうやって、いやいや、周りの家族がおじいちゃん、おじいちゃん、病院、誰も噛まれたの知らんかった。まあね、で俺だけ山についていとって、おじいちゃんが蛇に噛まれて、こう蛇をこう振り払うのを見た。指に噛めついた蛇を振って振り払う。で、あれ青大将じゃんって言い張って、俺その時子供だったから。で、おじいちゃんずっと今までこうやって油汗かきながら、明らかにおかしいですよ。神道滅却書。違う違う違う、神道滅却の字みたいに、マムシ的な字入ってないよ。蛇と入ってないし。で、お母さんがどうしたんって言って、で、俺がその時子供ながらに、うちは蛇に噛まれた。チクったの。まあ、チクるというか助けになりますから。そしたらお母さんすぐ引っ張って病院連れて行って、まあ、そうしなきゃ。あと5分、血栓打つのが遅かったらしんどった。まあ、確かに田舎のじいちゃんとか、ちょっとね、我慢しがちですから、ね、気をつけてください。我慢の仕方がプチかっこよかった。かっこよくねえよ、そんなの。絶対良くないですからね。もう死んだけど。いや、まあ、それは違うけど、それが原因で死んだわけじゃないですからね。まあ、いいです。それは最終的にはね、まあ、雪は本当に綺麗でしたよ。綺麗ですか。なんで毎回なんか、じいちゃんとの話の後、死んだけどみたいな。やめてくれ、もう。僕も、一生、オチじゃねえんだよ。毎回なんか、その、オチ無理くり持ってくるけど、オチが全部死なんだよ。もう、やめてくれ。二つの意味でのオチ。いや、オチじゃねえわ、もう。だから、それもやめてくれって言ってんだよ。僕もなんか、フォローの言葉探したけど、今もう、まあね、まあ、と言ってもね、まあまあまあ、自分ですからって言ってもなんか、きついし、ね、自分ですからねって言ってもきついし。まあ、本当、雪は綺麗でしたよ、東京は。そう思いました、本当、僕はね。ね、メール行きましょう。はい、ブチラジネーム、なんでや、マリオのあそこがミミズ。ブチふざけんなよ、マジで。ミミズマジでやめろ、本当にマジでやめろ、本当に。YouTube 見てん、本当にダメだよ、YouTube になってから見てるから。名機っていうことで、ここだけもカットするように、ちょっとマーケでやろうか。カットしやすいように、マーケで喋ってやろうか。まあ、なんすか、内容は。深夜になる河本さん。はい、裏で爆笑問題の悪口を言っている井口さん、収録お疲れ様です。そば強くは否定できないけど、はい。阿佐ヶ谷でおすすめのご飯屋さんを教えてください。いつも何を食べるのか考えるのが面倒くさくなり、松屋で済ませていますと。そんな質問のためにブチラジネームをとんでもないものにすんなよ。これブチラジネームだけの重きを置いて、ブチラジネームだけに重きを置いてきてるんですから。もうだってどう、知らねえよ、別に松屋でいいです。そんな松屋うまい、松屋うまいし、こんなやつに答える気はないですからね。本当にやめてくださいよ。ミミズぐちぐちひでえな。終わらせる気だろ。とうとうやりやがったな、こいつ。もうダメですから。親、100回を機にね、家族いじるのやめようとしてるんですから、もうね。なるべくね、まあ、なるべくですよ。なるべくで、確かにお
前オープニングでじいちゃんだとか言ったしな、しかも自分のじいちゃんも死んだとか言うしな。やめましょうね、もう。はい、まだあります？イエローサブマリン、はい、パンはパンでも食べられないパンはパンケーキですか？ふざけんな、なんなんだよ。食べれるだろ、パンケーキ。一番食えるわ、あれだから。一番食える、一番食えるわ、今一番食ってんすから、みんなが。まあ、そんなことも食パンとかも食ってるだろうけど、じゃあ、なんでよ、教えてウエストランド終わらせてんのか、言って出して。もう一個いきますか。送ってくる子、もうじゃあもう一個いきます。ちゃんとした質問に答えますから。暴力温泉芸者、ちょっと怪しいんだよな。井口様、河本様、スタッフ様、こんばんは。はい、こんばんは。ツイッターで井口真理代さんが井口さんと三四郎の相田さんをフォローしていますが、はい、井口さんのお母様なのでしょうか、はい、ただの誰かのいたずらなのでしょうか。確かに来たんで、ツイッターでフォローされたの、井口真理代に。初めて井口真理代で、ちょっと様子見ようと思って、もう全員にフォロー返したから、その時フォロー返したから。いや、怪しいでしょ、怪しいというか、で、これ、今初めて聞いたけど、三四郎の相田さんフォローするわけないでしょ、マリオが、本物のマリオが。まあ、知らん、知らんことか。マリオ、ね、うちの母親にこんな言うのもなんですけど、なりすましですよ、完全なる。そんなことある？全然まだ、スマホにはしてましたけど、全然まだまだな、若手芸人の、お母さんになりすまして、何の意味があるそれやってるやつ。だけどこれ多分この辺のやつが宇宙上の打ち替え、まあね、その断定できないから言えないけど、ラジカルチョコレートとか暴力の宣言とか、その辺がやらかしとる。やめてくださいよ、本当にうちの親になりすましてね、勝手に。これはどんどんね、政治的なことをつぶやいていきましょう。いやいや、ダメで、もう本当にヤバいやつ。やべえやつ。フォローしませんからね、そんなことして。都知事選についてね、言ってほしいですね。いや、そんなこと言わないでしょ。だから、いるんですよね、太田さんとかのなりすましが時々登場してる。それはまあ分かりますけど。いや、それで僕にもやっぱ来ましたもん、そのなんかフォローしてきて、コメント送ってるんですよ、太田さんのなりすましが。おう、最近頑張ってるな、いいとも一緒に頑張ろうって、絶対そうだから、絶対太田さんじゃないだろっていう人が。太田さん、携帯持ってない。そうそうそう、だからもうやめてください、幼稚の前になりすまん。ここで親の話題するのすらやめようとしてるのに、ツイッターという莫大な規模で親のこといじり出したらもう切れないですからね。そう、それ見てみよう。しかももう、教えてウエストランド一つも教えてほしいことなかったよ、今日。結局、もう勘弁してください、ちゃんとね、本当に聞きたい。真相はまだわからないですね。まあね、もし分かったらね、みんなでね、フォローしないようにしておいてください、気をつけてくださいね、皆さんね。うん、以上、教えてウエストランドでした。続いては、そんなことありますか。このコーナーですね、僕の口癖でもあるそんなことありますという、嘘のような本当の話をなんか送ってきてもらうというコーナーです。はい、行きましょう。うちらじねん、暴力温泉芸者、いきますよ。結婚式に出席したら、花婿のお母さんがスポーツ狩りで金と黒の縞模様に髪を染めていて、気になって新郎新婦どころじゃありませんでした。そんなことあります。まあ、ここまでひどいのはなかなかないですけど、いかついな。確かに結婚式に行ったらね、そういうなんか気になる人いて、そっちにばっか集中しちゃうことありますからね。親戚のおっちゃんがやべえとか、そういうのありますからね。行きましょう。ぶち出しネーム、父方のおじいちゃん、長いな、もう酒飲んで車運転して帰って、そんなことはないよ、そんなことはない。それをみんなで止める、そうそうそう、そういうのだったり、そういうのだったりっていうのわけだから、そういう話ならいいですけど、危ねえ。そうそうだね、危ねえじゃねえんだよ、危ねえって言ったらダメになってる。危ねえって言うから。いや、だからやっぱ僕もちょっとさすがだなと思ったもん、今。一回これ読んだでしょ、うん、親戚のおじさんにたまりたいなのいますからねで終わらそうして入ってきたでしょ、これ絶対やばい話題さして、結構デカめに喋ってる、それでも来るから違ってくれ、何か面白い、そのしっかりとしたエピソードあってくれと思ったら、まあまあ違ったんですよ、最終的には止めたからね。そうそうそう、大根を呼びましたからね。違わなそうだったんで、もう怖いですからね。初期化するな、ジョージが来た、ジョージ。まあいいんで、そのもうローカルトークはもう誰もわかんないですからね。そのいい、実家が散髪屋のテルミーっていう散髪屋っていう息子の、僕と小学校の時同じサッカーチームに入ったキーパーやってる入江ジョージとは言わない、言うのがもうめんどくさいですから。そのツッコミをするのが一回一回、お母さんの名前が入江テルミだけ、テルミっていうね、散髪屋やってるんですよね。まあそれはいいんですよ、息子、まあいいかな、やめとくか、その話は。チーコのサインボールをスポショーに持ってて使うっていう暴挙に出るやつ。そう僕がそのエピソード話そうとしたんで、ちょうどやめた話をするなら、もういいですからね。いきましょう。ブチラジネーム、情の内海。はい。2ヶ月後には消費税が 8% になります。そんなことあります？いや、ある、ある、嫌だけど、あるの、本当に信じられないですけどね。8% か。まあ、僕らぐらいの買い物レベルじゃそんな影響ないでしょうけどね。まあ、影響ないですよね。大変ですよ。8は8ですからね。嫌ですね、まあね。高い方嫌ですから、それね。いきましょう。ブチラジネーム、ポチョムキン、31歳。はい。3日連続で山城慎吾の夢を見ました。そんなことあります？
まあ知らねえよそれはもう。まあ3日連続はすごいけどな。まあなんでだろうな。僕ちょうど夢で今日ね、もう本当に意味わかんないですけど、厨房ですよのレギュラーになる夢みたいな。現実でもありえんことじゃしな。しかもなんかイベントがあって、坂井正明さんが用意スタートみたいなマラソンみたいなやつするんですよ。マラソンいろんなね、こうなんか罠とかくぐってって1位になった人が厨房ですよのレギュラーになれるアシスタントみたいなできるっていうレースでめっちゃ頑張って、でゴールに着くんですよみんなね。実はそのゴールが偽物で他のところにゴールがあったんですよ。それ僕なんか分かって、僕だけみんなと列と違う方に、そっちのゴール一人だけ途中から出して、なんか暗示かもしれない。そう、それで行ったら僕が案の定優勝して、やったレギュラーになったって言ったら、優勝はウエストランドっていうのを、まあ、よくもう夢だから分けたんですよ。伊集院さんが言ってたんですよ。もう夢かかんないですよ。なんで伊集院さんが司会みたいな感じになって、で、やったーってなって、厨房ですよのレギュラーになったと思って目が覚めて、すげえやっぱ辛かったですね。続き見たかった。続き見たかった。二度寝したもん、さすがに。嘘。全然違う夢だったけど、やっぱそういうもんですからね。辛かったから。俺、剛力あやめと、まあやめよう。やめとけ、もう。やめといてくれ、本当に。ろくでもない夢しか見ないです。夢ぐらいもっと綺麗になってくれてね。と、あの上原貴子が出てきたってことですね。はい。なんか、ここに来てまた初回の放送みたいになってますから、やめてください。やばいやばい。行きましょう。ぶちラジネーム、城之内海。はい。作った海苔弁当を冷ますために置いてたら、海苔弁当の海苔を猫に食べられてしまいました。そんなことあります？ああ。田中さんが喜びそうな話題でしたね、まあ。海苔だけ行かれたかな。まあまあ、そうなんでしょうね。そう、可愛らしいからいいじゃないですかね。辛いですけどね。もっと広げます、そのあれ。いや、もうやめておきましょう。こんな感じで皆さんどんどん送ってきてください。はい、以上、そんなことありますのコーナーでした。続いては、情のツッコミ。このコーナーですね、僕らの漫才でやってる長いツッコミを皆さんから送ってきていただいて、それを情のしてもらうというコーナーです。はい。早速メールしましょう。こちらですね、あ、そうか、お題を言わないですね。今回のお題が、100点満点で10点取れば合格ですに対するツッコミ、低すぎるだろう、続く長いツッコミを送ってきてもらいましたんでね、メールいきましょう。ぶちラジネームイエローサゴマリン、じゃあボケのフレーズお願いします。100点満点で10点取れば合格です。いや低すぎるだろう、天保山か大阪の標高数メートルしかない山のやつ、ちょっと登ったらはい頂上、なんだよこれ、登山にもならないよ。しかもこの山のためだけに救助隊が結成されているらしい。は？救助隊？どう遭難するんだよこれで。こんなとこで遭難するならもう家にいるしかないよ。家にいて飯食ってゲームしてパソコンして飯食って風呂入って寝る。あー外に出たいな、じゃねえよ。天保山で遭難するぐらいならずっと家にいろ、この足手まといか。なんでつまずいたんですか。家にいろこの足を、家にいろこの足手まといだっていう。いやでもまあまあまあ、あれに出てますね、あの Google の CM に。あーやってますね、一番低いっていう名前で、ね、出てますね、確かに。ぶち味で、あ、そんなもんすか。まあまあ、そのなんか途中で詰まったところなんですけど、恥ずかしさをスルーするために早めにお話しそんなことないですけど、まあまあまあ、そう、低い山もありますからね。山なんですね。いやもう一応山とも見てもらってるんですけどね。ぶち味ネーム、ごちょむきの31歳、ボケのフレーズお願いします。100点満点で10点取れば合格です。いや低すぎるだろ、魚市場で魚売ってるババアの旅声か。どっから声出してんだよ。声だけじゃなくて見た目でもババアなのかジジイなのか判断できないよ。まあまあそうですけど、いいでしょ別に ね、 いいですね。好きでしょこういうの。こういうの好きですよね。ババアとかめっちゃジジイとか好きですよね。もうなんでそんなに好きなんだろうな。育ちが悪いからね。育ちが悪いからね、単純にね。うんことかしっことか、ね、もうやめてくれ、もうそれ以上言ったらもう言えなくなりますけど、やめてください。そんな放送したくないんだよ、もう。どんどんしていこう。やめてくれ、もう100回おきにね、今年はね、またね。クリーンにね。クリーンに行きますからね、別に。清掃業者です。そういうのは普通につまんないからやめてくれ、もう。ヤバさうんぬんの前に、もうつまんないからやめてくれ、もうそれはね。行きましょうか。ぶちラジネーム、ポチョムキン31歳。はい。ボケのフレーズお願いします。100点満点で10点取れば合格です。いや低すぎるだろ、キュウリの栄養価か。世界一栄養のない野菜としてギネスに認定されており、また食べ合わせによっては他の野菜の栄養を奪うこともあるって。食べる意味あんのかよ。酢飯の海苔に巻かれてお寿司の仲間ですみたいな顔してるけど、家族で出前頼んだら最後まで残ってんじゃねえか。
カッパ巻き。カッパって空想上のグロテスクな生き物が好んでボリボリ食ってるもん、誰が食いたいんだよ。そりゃ言い過ぎだけど。でもそうなんすね。キュウリが栄養価ないのはギネス載ってんすね、それが。ってことなんでしょうね。もやしは、もやしもでもギネス載ってるのか、キュウリが一番の方が。しかも他の野菜の栄養価を奪うこともあるって。そう、キュウリ嫌いですから。あ、そっかそっか。時々やっぱ食べるみたいに言われるけど、これをもう、なんていうの、もう種に。あれだろ、キュウリ嫌いな人それ言うもんな。あ、そう。あんな食っても無駄なもんねみたいな。あ、そういうこと言います。いや、まあ美味しいっていう人は美味しいって言いますからね。これ好きだ。そう、全然あの好きな人はね、食べてください。別にね、美味しいんですか、それは。キュウリ美味しい。なんでそんな感じなんだ。なんでいいこと言うときに元気ないんだよ、もう。キュウリ美味しいですから、いいんですよ、ね。いや、響くかなと。声のトーン落とした方がやっぱり。あ、そう、もう一回言ってみて。かっこ悪いし、聞こえてるか聞こえてないかギリギリすぎて。いや、反動よ、お前がガーッと喋る。あ、ね、あ、じゃあ、キュウリどう？キュウリ好き。かっこいいから、まあまあまあ、本当に美味しいですからね。全然思うんだよ。皆さん食べてくださいね、それ悪いことだけじゃないですからね、食べてくださいね。次回は、テーマ変わります。ボケのフレーズが、はい、次のオリンピックは50年後です、それに対するツッコミ、そんなに待てないよに続く長いツッコミを送ってきてくださいね。まあいろんな角度からちょっとね、ちょっと難しいお題でありますけど、そんなに待てないよに続く長いツッコミをね、送ってきてください、はい、以上、情のツッコミのコーナーでした。さあ、エンディングなので、告知いきましょう、爆笑問題ウィズタイタンシネマライブ、こちらが14日、2月14日の金曜日19時半から、うん、ゲストがですね、ブーマン&プリンプリンさん。毎回出てるよ、たまに。たまにこれ、これ、やっとかんで、ちょっと来てほしいときもあるし、そのボケ。あ、ほんと？まあ、そうそう、もうちょっと出るんですかって言ってほしかったけど、横へは。毎回出てるよ、綺麗に。綺麗なフリーボケ。あの、たまには綺麗なフリーボケツッコミやりてぇし。もう一回ちょっとやってみる。爆笑問題の対談してもらえる。こちらが2月14日の金曜日、19時半から。なるほど。そしてゲストが決定しまして、いきますよ。ブーマン&プリンプリンさん。マジで？いや、毎回出てるよ。やってもきついから。ブーマン&プリンプリン。ウーマン&プリンプリンさん、ちょっといじってるみたいなのあるから、きついけどね、これはね。バックンマックンさん、つぶやき史郎さん、はい、インスタントジョンソンさん、はい、流れ星さんと、タイタンメンバー、あとは全12組で予定ということで、僕らもね、出ますし、エレキテルも出ますんでね、ぜひ見てくださいね。詳しくはタイタンのホームページを見てください。次回、タイタンチャンネルの放送は、2月17日月曜日、20時より生中継です。ブチラジではメールを募集しています。すべてのコーナーへのメールは、ブチアットマークタイタンハイフンハッピードットjp、BUCHI アットTITAN ハイフン HAPTY ドットjp まで、どんどん送ってきてくださいね。いろんなコーナーありますからね。どんどん送ってきてください。教えてウエストランド、ちょっと怪しかったんでね。そうですね。誰がこのメールを採用してるんだよ、本当に。どういうつもりでスタッフさんがこれを採用してるのかもね、もう。悪意しかないって。先週言ったんですよ、親が見てるって。その次の週にこれを打ち込んでるって。ね、ミミズ千匹の話されてる。あとは、あれですよ。なんだっけ、誰昔送ってきてた菜の花畑。ああ。最近送ってこなくなって、なんか、確かに他のラジオに送ってるっていうのを聞きました。他のラジオで菜の花畑が読まれてるっていうのを聞きましたから。ああ、もうそれで。あ、来てはいるんですね。あ、来てはいる。どんどん送ってきてください、今まで送ってきた人。その前にね、この、情能とか始まる前に送ってきてくれた人たちもどんどんね、本当に教えてウエストランドで教えてほしいことを聞いてきてもいいんで、どんどん送ってきてくださいよ。離れてた人もいますからね。いや、そうです。離れてたわけじゃないと思います。離れた人もいるかな、まあ、あまりに暴れすぎて僕らの傍若無人な態度に離れた人もそれはいるでしょうよ。結構きつく当たった時期もあったしな。ふざけんなみたいな、お前らもっとしっかりしろみたいなのを支えてくれる人に言うっていう時代もありましたから、こういうの送ってこいってそんなのないですからね。まあまあ、何でもいいんで、本当どんどん送ってきてください。ありがたいですからね、最後は短いエピソードトークを大声で言う、はい、これはね、結構送ってくるんですよね。これ多いですね。ありがたい旅です。あります、決まってます。いきます。決まってますか。いき、はい、誰の方を読みますか。城之内海。はい、城之内海の方いきますんで、じゃあ、それを読んで終わりぐらいでいいですかね。最後に叫んで終わりにしますね。いや、それはそうです。その感想なくても大丈夫かな。特に感想大丈夫ですよ。はい、じゃあ最後それを読みますんで、いきますよ。短いエピソードトークを大声で言う、お願いします。情の近い、ね、それ言ったら、ちょっとそれを先に聞いて最後叫ぶだけで終わるように段取りしてたの忘れたら
言い方お願いしますよ。なんでもう変な声やめてくれ。もう急に何かあったと思うじゃん。放送上何かあったとしか思えない。いきますよ、短いエピソードトークを大声で言う。お願いします。雪でおっぱい作ろうとしたら小学生に産み潰された。はい、ウエストランドのぶちラジ、今週はここまで。